次はですね、初心者でも弾けるブルースギターというかね、ちょっとしたスローブルース風のね、雰囲気を出してみたいと思います。これはですね、ライトニー・ホップキンスという人のね、曲でよく聞かれるパターンなんですけども、こう C をずらすだけでかっこいい雰囲気が出ます。まあどんな感じか一旦聞いてみてください。はい、こんな感じになりますね。なかなかダークで渋い感じがして、僕は大好きなこの雰囲気なんですけども、まずね、これは簡単に C をドレミに当たるね、この薬指がミの音になるところまでそのままこう移動してもらうというね、非常に大胆なパターンでございますね。はい、こう動かすことによってこうね、その音がシャープ9っていう、はい、ちょっと地味変コードに近いね、サウンドを作ってくれるんです。これが非常にこうマイナーのようなメジャーのようなダークなサウンドを作ってくれます。そしてこれをずらしたら、6弦をこういう風にね、まあ単音ベースとか言うんですけどね、こう同じ音でリズムを刻みながら、まあコードのルートですね、今 E コードですので E のルートをこう刻んでいます。こうね、ルートでコード感を出して、なおかつ一拍ずつとか、またシャッフルでダッタ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 とか、いろんなパターンはあるんですが、リズムを刻む、なんでコードとリズムを、この6弦1本で出していく、しかもその同じ音を連続するっていうのが特徴です。で、このベース音で厚みを作って、なんでね、高音で自由にメロディーを弾いたりするというスタイルです。たまにはね、こっちの高い方なんかを使ったらね、上手そうに見えるんじゃないかななんてね思いまして、このパターンをちょっと選んでみたというか、軽くアレンジしてみたわけなんですけども、では最初からちょっと言ってみますね。 C をずらす、ずっと C の音がね消えてしまわないように、うまくねこの3つの音がずれるようにね、力は入れすぎず抜きすぎずスライドしてください。このスライドのコツっていうのは、こうね、動く指を自分でこう目で追っちゃダメです。ここのゴール地点の7フレットをのみを見ておくような感じですね。 C を弾いたらゴール地点だけを見てスパッとこう動かしてあげるとうまくいくと思います。で、この時また C の形、これはね、ここで移動してきたまんまキープしておいてください。そして次のっていうパートに入ります。これも移動したら、ベースが入って1とで小指を足します。で、2と3と4とっていう風にね、中人中中人中中人中という組み合わせで3連符を弾いていくわけですね。3連符というのは、一拍の中に3つあるリズムですね。タッ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 タです。はい、もう一回いきます。1と2と3と4となります。そしたらちょっと高い方いきます。次のフレーズですね。これね、これが10フレット、これが12フレットです。最初はね1フレットぐらいでいいです。軽くスライドして一発目入ります。次の小節の頭はだからスライドしながらこうベースと一緒に弾くんですが、このスライドのゴール地点をベースに合わせなくていいですからね、また一緒に弾いちゃっていいです。どっからスタートしてもいいですから、右手は、親指と中指でドーンと一気に一緒に弾いてしまうこと、これが大事ですね。そして、この2本弦なんですが、チャ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 と僕はねこう中指1本でかき上げるように弾いてます。で、3弦が鳴ったらまずいなっていう時はこう中指でミュートしたりしてるんですけども、これをね 1弦2弦を、中指人差し指でこういう風に当てて弾く場合もあります。こちらの方が重たいというか、音的にはおとなしいんですが、ティッ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 ティっていう風にね、ちょっとスタッカート的な感じになります。で、こう中指でかき上げた方が、音は大きくなりますね。こうバイオの、ね、
バイオンっていうんですが、このキラキラって混ざるね、高い音の、混ざり具合が変わるんですね。なのでこっちのサウンドが好きな人は中指でこう書き上げてください。これだとこうノイズが3弦が出ちゃうよとかね、これおとなしい感じの音の方が、まとまった感じの音の方が好きだなっていう人はここは、2本指で弾いてください。で、2拍分同じことやってますね。ただ入りに行こう、1フレットでいいですからスライド入れますね。だいたいこうね、グリスの時に大きく無理やり持っていく人いるんですけども、これはね、できるようになったらいいですけども、最初はね、結構外してしまいがちなので近くでいいですから、最低でも1フレットまたは2フレットぐらいでこう練習すればいいんじゃないかなと思います。はい、そしたら次はね、E マイナーペンタトニックっていうね、ブルースのスケールなんですけども、それを使ってフレーズを作ってありますね。3拍目から3とですね。で C E、これ薬指をこっちここに移動しておく。12、10を薬指で、同じ薬指で弾いておくということですね。押さえておく。で、8、9、はい、もう一回いきます。3と4と1と2ですね。これもこう12フレットグリスアップで入ってください。3と4、薬指ずらす。で、少しね、長い音はビブラートなんかをかけてみます。こういうふうに弦を揺らすのがビブラートって言いますね。はい、上げて下ろして、上げて下ろして、小さくでいいですから、あいや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 って感じです。あいや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 あーって方が、あの元の音程ですからね。これを小さく、はい、こういう短い間にもかけていきます。はい、そして最後の音は少しビブラート、今度は下方向って言うんですけどね、こういうふうにカイカイってこうね、弦を下の方に引っ張るビブラートがあるんですが、これを少しかけたらグリスダウンで抜くね。こういうふうに、単音弾きというか、メロディーを弾くような時はですね、最後の音の処理をしっかりしてあげるとかっこよく聞こえます。これをただ伸ばしてもなんかね、終わった感じしませんよね。なのでここではビブラートプラスグリスタンっていうような感じで、落としてあげると、処理してあげると非常にこうフレーズ自体がね、こうまとまりが良くなります。で、最後にいいコードでしたってことで E を弾いてくれれば OK です。はい、ではね、もう一回ゆっくり流してみますよ。またね、またの機会にですね、このアップテンポのブルースなんかもやってみたいと思うんですが、今日のはスローブルースのパターンでした。なかなかね、おどろおどろしいパターンで、自分のギターからこの音が出るのかみたいなね、ぐらいちょっと全然雰囲気の違う、なんて言うんだろう、プレイができると思いますので、ぜひこのブルースのパターンも、やってみてもらえればと思います。